こんにちは、まじすみの寺田です。早速ですけども、2020年の IT 業界トレンドですね、最初のトピックについてお話をしていきます。最初のトピックはですね、 IT エンジニアの、民族大移動が加速という話ですね。実はこのテーマですね、2018年の、ちょうどやっぱり1月、2年前ですね、の私のあのトレンドの動画でですね、ちょっと解説をしていたので、ぜひ興味がある方はですね、そちらの方も見ていただきたいんですけども、やっぱり今ですね、エンジニアが非常に不足してますというところですね。これはいいことにですね、エンジニアのですね、賃金も少し上がってきたりだとか、要は転職しやすいような環境に、なってるんですよね。で、その受け入れ先もですね、要は従来は、ベンダーさんとかですね、システムインテグレーターさんの中で、人が動いたわけなんですけども、最近ではですね、ユーザー企業さんが、直接エンジニアを採用するということも非常に増えてきたということ、これは非常にいいことですよね。デジタルトランスフォーメーションに、対応するためということですけども、私もですね、私が就職をする1993年なんですけど、就職するときに企業探すときにですね、やっぱりいろいろ考えて、ユーザー企業さんも候補に入ってたんですけど、当時はですね、ユーザー企業さんに入ってもエンジニアなかなか評価されなかったんですよね。ので、多分おそらく待遇もそれほど良くないと思うんですよ。なのでやっぱりその IT 企業に入った方が、いいかなと思って、私自身はシステムインテグレーターに入社をしたんですけどね。今は状況も変わってきて、ユーザー企業さんでもかなりエンジニアに対する評価が非常に高まっているってこと、これ非常に好ましいことですよね。あとはですね、ウェブサービス系だとか、スタートアップ、というところの、マーケットも非常に広がってきていますと。昔はですね、エンタープライズと言われる企業の中のシステムが、ほとんどだったわけなんですけども、で今多くのエンジニアはですね、そのエンタープライズの領域にいると思うんですよね。つまりベンダーさんだとかシステムインテグレーターさんで、の IT エンジニアさんは、企業の中のシステムを作っている、つまりエンタープライズっていうような、領域にいらっしゃると思うんですけども、そこがですね、選択肢が広がって、ゲームももちろんあるんですけど、ウェブサービスだとか、スタートアップだとかですね、広がって、かつそっちのマーケットも非常に、拡大しているというところで、そっちにこう転職するということができるようになってきましたと。であとは仕事のやりがいということで、これは残念な話なんですけども、私はエンジニアの幸せ三原則というのは、前職の頃から言っててですね、顧客に近い仕事と、適切な規模のチームですね、あとはその新しいことへのチャレンジ、この3つがですね、非常に重要だというふうに考えているわけなんですけど、残念ながら今のエンタープライズ系の仕事だとですね、なかなかそこの三原則にマッチするようなところがないと。例えばユーザー企業さんに行くとですね、直接こう貢献して喜んでいただける方がすぐ隣にいるわけなので、これすごくやりがいがあるじゃないですか。今スタートアップだとか、ウェブサービス系だとか、どんどん新しいことにチャレンジしたりしてますし、チームもそれ適切に小さいですよね。非常にやりがいがあったりするというところで、そっちの方にですね、こうやりがいを求めてい、ってるということかなというふうに思います。この流れはですね、これはでも、IT 業界全体からすると非常にいいことだと思っていて、ちょっとまだ長くなっちゃうんですけど、エンタープライズ系の今の、これ最後に話しますけど、SI のビジネスってすごく生産性が悪いじゃないですか。なので、よりこう生産性がいいウェブサービスだとかスタートアップだとかにこうエンジニアがシフトしていくっていうことは、日本の IT 業界全体にとってみるとすごくいいことなので、基本的にはポジティブなトレンドかなというふうには思ってるんですけども、ただ一つこの流れっていうのはですね、今後加速していって、業界全体の再編につながるような、トレンドかなというふうに思います。
まあ、こんな感じでですね、少し皆さんとも、ぜひ議論しながら、リアルな議論の場もですね、ちょっとマチセミでこう設定していきたいなというふうに思ってるんですけども、まあ、そんなことをしながらですね、IT 業界ちょっと盛り上げていければなと思ってますので、ぜひ皆さんもですね、チャンネル登録していただいて、ご参加いただければと思います。よろしくお願いします。